23歳女です。21歳の彼氏の貯金が300万ほどあります。ただ先日消費者金融から50万ほどの借金があることが発覚しました。貯金があるなら早く返しないよと言っても5年逃げ切るとか意味のわからないことを言っています。そんな彼氏を説得する方法はありますかえっと、ほっといてください。馬鹿なんで。あの、多分結婚はしない方がいいですよ。 あのまずその消費者金融から逃げ切れると思ってる時点で頭が悪いのとあとその結局利子が発生して返す額増えるだけなんですよね。であのお金に関して頭が悪い人ってまあたまに治る場合があるんですけどその治らない場合だと多分じゃあその貯金300万もなんかどうでもいい理由で使っちゃってで借金って逃げればいいんだみたいなことを思って借金積み重ねちゃうタイプの人いたりするんですよ。 で、まあ、直せる場合もあるんですけどなかなか難しいのであのお金にルーズなタイプの人はその自分ご自身が石油王とかご自身でずっと稼ぎ続けるんだっていう人だったらいいんですけどそうじゃないのであれば早めに別れて別の人見つけた方がいいんじゃないかなと思います。